今日の企画なんですけども、ええ、クールで新サービスが始まるっていうことで、はいはいはい、告知したいっていうリクエストがあったので今日動画撮ってるんですけども、そういうことね、はい、あの全く今日は内容を聞かされていずにあのオープニングスタートしてるんで、あ、はいはい、何のこっちゃと思ったけど、はい、買取の窓口、お問い合わせ窓口をウェブサイト上に作らせていただいたと、はい、いう紹介をしたいなしたいなと思っていたんですけど、はい、今日はそういうことですね。そういうことです。なるほど。あの、はい、どういったサービスなんですか。いわゆる、まあ、買取ですね、はい、まあ、中古車の買取、特にやっぱりクールなんで、はい、カスタムに強い買取をやりたいなと、はい、まあ、例えばエアロを変えてる、まあ、足回りですね、特にエアサスなんかも OK だし、はい、それからホイールを変えてるとかね、はい、まあ、いろんなこうカスタマイズをしたお車乗ってみえる方たくさん見えると思いますんで、はいはい、そういった方はですね、やっぱりカスタムをすると査定が下がるんじゃないかというような、はい、あの感じを思われている方も見えるかもしれないですし、あるいはやっぱりね、しっかりお金をかけてカスタムしているので、はい、それに見合った高額査定、はい、こちらが出れば喜んでいただけるんじゃないかというふうに思ってますんで、はい、まあ、そういった意味でも、まあ、カスタムに強いクール買取をやりたいなと思っております。これ買取と下取りの違いって何なんですか。はいはい、そうですね、まあ、下取りの方ももちろんやらせていただいてるんですけど、はい、まあ、下取りっていうのはクールでそのままお車を買い替えをされる場合ですね、はいはい、乗られているお車をクールに売ると、はいはい、っていうのが下取りという感じになりますよね、はい、で買取っていうのは、はい、もう買うだけってことですか。そうです。別にクールで車買ったり、はい、パーツ買ったりしなくてもいいってことなんですね、はい、当たり前じゃないですか、はい、買っていただいたら一番いいんですよ、はいはい、一番いいんですけど、はいはい、まあ、今こういう、ね、ご時世なんで、はい、中古車が今かなり高騰してますよね、はいはいはい、ですね、この高いタイミングでちょっと売っておきたいとかね、はい、手放しておきたいっていう方たくさん見えると思いますんで、はいはい、買い取りのみ全然大歓迎でございます、まあ、つまり、ええ、車買い取り店のカスタムバージョンみたいな、はい、あ、分かりやすく言うとそういう感じですね。そういう感じなんですね、はい、なんといっても買い取り店出身でございますんで私は、はいはい、それはなんか店舗かなんか、こちら今日クールカーズ愛知ですけど、はい、店舗かなんかでやるんですか。そうですね、ホームページ上の、はい、サイト内に買い取りの入り口がございますんで、はい、そこから問い合わせをしていただくんですね、はいはい、後ほど詳しくご紹介させていただきたいんですけど、はい、そこから入っていただいたら最寄りの店舗のスタッフから連絡が入ります。それで出張査定でお車を見させていただくっていうのも大丈夫ですし、はい、もしくはもう遠くてなかなかお伺いできないとあるいは店舗の方に来ることもできないよっていう方は、はい、メール等で写真なんかでねやり取りをさせていただいて査定金額を出すというパターンもできますんで、ということで、はい、カスタムカーの買取、ええ、かなり自信があるってことですね。当たり前じゃないですか。高価買取に期待していいってことですね。まあ当たり前じゃないですか、はい、これでも基本的に純正、はい、ノーマルよりも、はい、プラス査定になるって思ってもいいんですか。そうですね、いいんですか。装着されている商品によるのと、はい、商品の状態によりますけども、はい、基本的には必ずプラス査定です。言いましたね。えなんか今日はやりにくいですねということで今回はですね、はいはい、車3台用意させてもらいました。はあのクールのスタッフさんに僕は内密にお願いして、はい、何査定に持ってこいな車をちょっと3台用意してもらったんですね。マジで、はい、カメラマンさんチョイスで。そうです。僕もどういうカスタム内容なのかは詳しくは知らないです。とりあえず3台用意してるんであ3台ね、はい、はい、分かりました。 1台ずつどんなぐらいの買い取りでいけるのかっていうのを、はい、実際にやってみてもらいましょうか。あ、そういうことね、はい、じゃあここに3台並べて、はい、査定をしていくと。そうです。そしてカスタムされている車だから、はい、カスタムパーツがいくらプラスになるんだっていうのを出しなさいよと。そうです、そうです。そういうことですか。それが知りたいんです。めちゃめちゃハードル高いじゃないですかこれマジで。これでもし純正より下がる査定になったらちょっと大問題なんで。マジですか、はい、やめますか。動画はお蔵入りになりますよ。ちょっとこれ今回ガチでいきますんで。わかりました、はい、まあ、ちょっと本領発揮という形でちょっと頑張りますよ。そうですね、買取の腕を見せてもらっていいですか。わかりました、はい、やりましょうということで1台目、はい、ちょっと呼びたいと思います。はい、もう見えてますけども、運転手乗ってるけど、あれ、そうです、あのアルファードですか。はい、え、ちょっと待って、なんでこっちでやんないですかねえ、今アルファードクールすごく買取強化してまして、はい、在庫が全店舗で30台以上と、はい、非常に持ってるんですけど、あれ、そうです、まあでも普通ですよね。
まあまあこれはクールのコンプリートカーなんで、はい、これは頑張れますよ。これはまず序の口ですよ。これ序の口なんですか。はい。また白黒じゃないから査定が難しいじゃないですか。そうですよね。えということで、はい、こちらアルファードですね。そうですね。 S の C パッケージで。わかるんですか。わかります。っていうのは、はい、これカーズ愛知ですね、はい、これクール初の中古車センターなんですけど、はい、ここでねもうすでに販売中のお車です。あ、そうなんですか。はい。ただね、はいはい、これまだユーザーさんのお車で、はい、委託販売をやらせていただいてるお車なんですよ。知らなかったでしょ。委託販売っていうのは何なんですか。あ、これね、委託販売っていうのはこういうカスタムをされてる方にお勧めしたい販売方法なんですけど、はい、まず買取値段の確定のお値段を査定させていただくんですね、はい、まあ、例えば500万ですよと、はい、でも店頭ではうまくこのね、例えばこの色で、はい、このホイールが欲しいっていうお客様がハマりますと、はい、例えば600万以上で売れたりもするんですよ。あ、なるほど、はいはい、そういう時は結構差額が出るもんですから、はい、そういう場合は高く売れたら、高く買い取りしますっていうのが委託販売なんですよ。あー、なるほど、はい、買い取り金額を提示して、まあ、お客さんとしては提示してもらって、はい、その金額ですぐ売っちゃってもいいし、はい、納得いく金額が出るまで売らずに、はい、こうまあ店頭とかに並べといてもらう、そうですね、っていう方法もあるとか。あります。でなかなか売れなかったら、はい、まあ、金額を妥協していったりとか。そうですね、まあ、下げていく、はい、まあ、いわゆる店頭の販売価格を下げていくというような、まあ、交渉をお互いにしながらですね、販売をしていくっていうのは委託販売なんですよ。あ、そうなんですね、はい、ですので、ちょっとこう特徴的なカスタムをされてる方は、はい、そういう車を逆に好むっていうかね、なかなかオンリーワンなので、はい、他にはないじゃないですか、はいはいはい、となると高く売れるケースもやっぱあるんですよね。なるほど、なるほど、はい、ただやっぱり通常はね、はい、例えば特殊カラーであったりとか、はい、特殊なカスタムをしてるとやっぱ査定は上げにくいんですよ。というところなんで開きが、お客様との希望価格の開きが出るので、はい、まあ、そういう場合は委託販売を進めています。なるほど。ただすぐ売れるかどうかは分からないっていうことですね。そういうことです、はい、そういった場合って基本的に、はい、この後ろの車みたく、ええ、預かってた方がいいんですよね。そうなんですよ。クールワンという、はい、オンラインで、スマホとかでね、はい、簡単にオーダーできるEC システムに載せるんで、はい、その場合は店頭にどうしても車必要となります。じゃあ売ったわけじゃないんだけど、ええ、お客さん的には車は手元から離れちゃうってことですよね。そうですね、お預かりをさせていただくと。まあ、じゃあまあいろいろメリットあったりデメリットあったりみたいな。そうなんですよ、っていうとこですね、委託販売に関しては、はい、そうですね。ということで、はい、じゃあ、ええ、こちらのお車、はいはい、買い取りするとしたらおいくらになるんですかってとこですよ。そうですね。とりあえず、まあ、これ今カスタムしてますけど、はいはい、まあ、ノーマルの状態だったらいくらで。そうですね、カスタムでいくらプラスになるのかってところを教えてもらっていいですか。行きましょうか、はいはい、じゃあまずお車の査定からいきましょうか、はい、じゃあ査定書持ってきますね、はい、はい、じゃあ車から見ていきますか、はい、まずね、中に内装が綺麗かどうか、はい、匂いがないかとかね、はい、で走行距離はこれ3万1000キロなんですよ、はい、でアルパインさんのビッグ X 11インチナビと、はい、あと 12.3 インチのフリップダウンモニターついてますね、はい、はい、この辺はプラス査定です、はい、なるほど、はいはい、ただサンルーフがないですね。あ、サンルーフなしですか。サンルーフなしですね、まあ、内装はもう本当綺麗ですね。禁煙車といって問題ないんじゃないですか。はいはい、非常にシートの状態も良さそうだし、まあ、内装切れそうですね、はい、じゃあ外装いきますね、はい、もう1分査定でいきますから、はいはいはい、まあ、これドアエッジちょっと傷ありますけど、はいはい、エクボもなくって綺麗ですね。じゃあリアの方回っていただいて、ちょっとこの辺に小傷ありますね、はいはい、まあ、でも非常に綺麗ですね。こっちの助手席側の方もドアエクボは一切なしと。3万キロでしたっけ、まあ、そうですね、ドアエッジちょっとありますけどね、まあ本当綺麗な車ですよ。これはこれ何年式ですか。これはですね、令和元年ですね。令和元年、令和元年、はい、令和元年12月登録ですね、まあ、バンパーとかも切れそうですね。評価点的には
4.5 点外装評価、あの、はい、問題なく入る5点に近いぐらいの、はい、まあ、点数かなと。内装も A 評価入れてもいいぐらい綺麗ですね。だからほぼほぼ内外装減点はなしと。まあ、あのアルファードベルファインに関してはサンルーフ付きの場合は20万から30万上がりますんで、はい、あ、そうですか。実は高くなってしまうんで、はい、こちらがないのはちょっとそこの加点はないですけど、その代わりにアルパインさんのビッグ X とフリップダウンモニターでサンルーフの加点を代わりにプラスになると。これじゃあ、カスタムしてないとしたら、カスタムしていないとしたら、はい、470万ぐらいの査定になると思います。470万、はい、なるほど。はい、S の C パッケージ 2.5 リッターですね、はいはい、そしてこちらのカラーでという感じです。このカラーはちなみにちょっと価格はダウンです。はい、あ、そうですか。かっこいいんですけどね。かっこいいですよね。かっこいいんですよ。はい、ですんで委託販売を進めたんです。ああ、なるほど、なるほど。はい、やっぱり白黒に比べるとちょっと査定額が落ちるもんですから、はい、はい、だったら並べてみてこの車欲しい人出てきたら高く買い取れますよって形になったんですよ。なるほど、なるほど。はい、で今470万ですね。470万。はい、こっからですよ。え、本題はこっからですよ。あ、こっからね。これ今ついてるのはクールのエアロパーツ、クールのホイールで、そうなんです。で車庫帳が入ってるんですかね。車庫帳は店員さんの車庫帳入ってますね、はいはい、これでいくらぐらい加点いくらぐらい上がるのかっていうのが、はい、ちょっとややこしい話していいですか、はい、ちなみにこちらのお車はもともと車庫帳のみ装着されておりました。そこであのお客様がうちでね買い取りということでご来店されて、はい、っていうことで、そしてボンネット、それから下回りのエアロ3点、はい、そしてホイールは新品をつけてるんです。あ、そうなんですか。はい、なかなかね車庫帳だけで並べても、はい、あのクールでは売れないもんですから、はい、それだったら、まあ、うちのエアロパーツを巻いて、はい、まあ、その分値段上がるんですけど、はいはい、あの買っていただける人は増えるかなということなんで。あ、そういう委託販売もできるんですね。できます。ということなんで傷はないんですよあ、なるほど傷ないです。あ、なるほど。ですんで、これが、まあ、下取りで入ってきたと、買い取りで入ってきたっていう体の方がいいと思うんで、はい、まあ、それなりに使用感があったというふうにちょっと変更しますので、はいはいはい、そういうイメージで、はいはい、ということなんで、まずボンネット、このフロントスポイラーですね、はい、それからサイドステップ、はい、そしてリアのこのアンダーのディフューザー、はいはい、これクールの全部商品で塗り分けをしているという感じになるんですね。はい、はい、で、まあ、大体やっぱり中古の場合は使用感がそれなりにあって、はい、下回りこすってるとか、はい、そういうのはあると思うんで、その場合は減点入ります。まあでもほぼ綺麗な状態だったとすると、はい、おおよそ30万ぐらい査定上がります。あ、そうですか。はい、ダウンじゃないんですね。えいや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 、あの新品で装着するともうちょっといきますんでね。あ、そうですか。はい、でも、なるほど、最低30万はプラスできますね、はい、クールのエアロおかげさまで人気でございましてですね、はい、それから車庫帳が入ってます、はい、車庫帳でおおよそ8万円ほどはアップになります、はい、これもねメーカーさんとか、まあ、ついている商品、それから走行距離、使用の頻度ですね、これによって値段変わるんですけど、はい、まあ、こちらの車の場合と8万ほどアップになります。それからホイールですね。ホイールはこちらもクールオリジナルのベルズブランドの鋳造のワンピースモデルになりますね、はいはい、こちらの方で ある程度使っていただいたというふうに仮定すると、まあ、20万円ほど査定でプラスできますという感じになりますので、はいはいはい、そうするとですね、はい、エアロパーツ、車庫帳、ホイール合わせて、58万査定アップです。おお、結構上げますね。えってことは合計で、はい、そうすると470万に58万足されますので528万。はい、これがこちらのお車の基本査定価格という感じになってきますね。ちゃんとプラスになるんですね。なりますじゃないですか。なります。あ、はい、そうですか。特にクールで査定させていただく場合は、はい、クールパーツは当然査定アップと。じゃあクールのエアロがついてたり、はい、ホイールがついてたら、ええ、クールに持ってきた方がいいってことなんですか。いや、もうもちろんもう、はい、持ってきてください、ぜひ。そうなんですね、はい、っていう感じですね。そうですね、はい、まず1台目がこんな感じでいいですかね。なるほど、はいはい、じゃあ2台目の方行きましょうか。2台目行きますか。2台目行きますか。見えましたよまさかあれですか。見えてますか。次のテーマはですね、はい、もう絶版してる車、はい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 、まあ、現行車ではない車ですね。さらに、はい、クールのパーツはついておりません。ついてないですよね、これね。ついてないです。クールコンプリートではないですね。ということでこちらプリウスアルファですね、はいはいはい、なるほど、はい、
これですか。モデリスタさんのエアロがサイドがついてないかな。また渋いの選んできましたね。ということなんで、はい、こういった車もこれは、あ、聞いてますエアサスですね。エアサスですか。あ、もうせっかくなんでダウンしておいてもらってっていうことなんで、はいはい、クール仕様になってない車、うん、こちらも買い取りは大丈夫なんですか。大丈夫ですね。大丈夫ですか。全然大丈夫ですね、はい、こちら、はい、この車の情報がこちらに書いてありますよ。プリウスアルファ後期型、はい、走行距離が5万9000キロですか。6万手前、これでかいですね。多い、多くはないんですけど、はい、もうこれ6万超えるか5万キロ台かは結構大きな境目です。あ、そうなんですか。そうなんですよ。でも5万9531キロなんで、はい、試車購入したら6万キロということで、はい、あの距離限定がどうしても入っちゃうと思います。なるほど、はい、何年式でしたっけ。26年式ですね。26年12月なんで、多分後期に入ってすぐなんじゃないかなと、はい、でグレードは G ですね。色はガンメタですか。ガンメタですね、はい、また白黒じゃないです、ま、わざとでしょ。白黒じゃないのが、ね、わざとあのね、人気色を持ってこない、はい、マニアックなカラーを持ってくるっていうね、はい、ということで、はい、ええ、こちらまずベース車から行きましょうか。ベース車から行きましょうか、はい、じゃあ中から行きましょうか。はい、あ、もう完全禁煙、喫煙車です。あ、喫煙車ですか。喫煙車ですね。これシートのシミ、あと動物の毛もかなり多いですね。あ、そうですか、はい、その辺はやっぱ限定になっちゃうんですかね。そうですね、匂いがなければいいんですけどね、はい、じゃあこれ内装はちょっとあの C 評価入ります。はい、はい、じゃあ外ですね。結構やっぱりまあそれなりにドアエッジ傷とエクボありの、ここに線傷ありの、はい、板金等はないですね。あ、分かるんですね。はい、ただドアエッジは結構、あと小傷も多いですね。なるほど、はい、バンパーが結構へこんでますね。あ、そうですか。あ、割れてますね、こここれ押してますね。これ押してますね。押してますね。ちょっと今日は本当は中まで入ってるか見たいんですけど、はい、時間の都合で修復歴はなしというふうに仮定してありますね。ひょっとしたらここまで行ってると中まで押されてるかもしれないです、はいはい、これはバンパー交換様子ですね。リアゲートはまあ割とまだ綺麗かなと、はい、はいはい、こちらも助手席の方にへこみあり。へこみあり、はい、へこみあり、ここです。ドアパンチャー、よく見つけますね。え、よく見つけますね。ありますね。当たり前じゃないですか。 ありますね。何年査定やってると思ってんですか。もう結構傷ありますね。この動画用のこのもう超爆速査定でも見つけるんですね。爆速、当たり前じゃないですか。あとは大丈夫ですね。あとボンネットは割と綺麗ですね、はい、まあ、多少飛び石あり。塗ってますね。塗ってる。塗ってますね、はい、ボンネットは。ボンネット塗っておりま す, 僕はかりますか。全然わかんないですけどね、はい、あのちょっとムラが出ておりますんで。いや、はい、これ逆に恐ろしいですね。ごまかし効かないですね、はい、あのやっぱりね、こういうタイプって結構あの色ムラが分かりやすいんで、はい、はい、これボンネットは一度塗ってありますね。本当は中を見て修復歴あるかどうかちょっと見たいですけど、はい、ちょっとやめときましょうか。動画上ってことなんで、とりあえず今回は、はい、そうですね、修復歴は事故はないという仮定します、はい、でバンパーですね。バンパーちょっと押してますね。下に下がってます。結構下がってます。これこういった車というか、はい、買い取りは大丈夫なんですか。大丈夫です。あ、大丈夫なんですか。大丈夫です。状態が悪いからってダメってわけじゃないですか。あ、もうもちろんもちろん。なるほど。あの海外への輸出なんかもありますし、あ、はい、なるほど、まあ、日本国内でも、まあ、あの傷はあるって言っても綺麗な方だと思いますんで、全然店頭売りもできると思うんで。なるほど、はい、そこは大丈夫です。ただやっぱり綺麗なものに対しての減点は取らざるを得ないというところがあるんで。んじゃあこれベース車はいくらぐらいの、はい、そうですね、130ぐらいお付けしたいとこなんですけど、はい、ちょっと内装が C 評価っていうのと、はい、あとはまあちょこちょことやっぱり傷、あと大きいのはリアバンパーですね、はい、まあ、こういったところがあるんで20万ぐらいの限定入りますということで、110万ぐらいが基本査定ですね。ただ、はい、こちらの車しっかりとカスタムしておりますよ。そうですね、はい、行きましょうか。行きましょうか。行きましょうか、はい、まずはフロントから行きましょうか、はい、これモデリスタさんだと思われます。フロントのスポイラーですね。綺麗ですね。ただ、はい、エンブレムがなかったり、はい、
多分メッキパーツがつくんだと思うんですよ。あ、モデリストさんだとそうですね。そうですね、はい、ということは多分ですけど後でこのリップだけ買ってつけたのかなと、はい、ああなるほど、はい、中古とかで買ってそうですね感じはしますね、はい、まあ、ただやっぱこういうのはちゃんとあった方がいいんですか。やっぱりあった方がいいです。まあそうですよね、あった方がやっぱり人気ありますよね。ただまあ状態としては良さそうですね、うん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 、なるほど、はい、っていうところなんで、はい、本来であればプラスになるんですけど、はい、少しプラスみたいな、少しプラス、気持ちプラス、あ、でもプラスにはなるんですね、はい、気持ちプラスでいきましょうか、はい、そしてホイールですね、これ、はい、レイズさんのグラムライツの 57FXW、 これ人気あるありますね、このマシニングが入った状態のやつなんですけど、はい、本来であればものすごいプラス査定なんですけど、はい、かなりいってますね、リム傷が、あ、削ってますね、うわー残念だな。これこれって修復できるんですか。これはちょっと難しいですね、まあ、あのここの切削部分ですね、はい、切削部分はちょっと直せない。ただこの後黒の方は塗れば、はい、あの修正して直せますけ ど、 なるほど、ちょっと切削部分入ってるんでね、ちょっと難しいかもしれないですね。っていうことなんで、はい、これがリアもですね、はい、そうですね、あ、全面ダメですね。あ、全面4枚ダメですね。あ、なるほど、はい、はい、4本ダメなんで、あとタイヤの溝なんかもチェックさせていただくんですけど、はい、まあタイヤの溝は大丈夫そうですということなんで、まあこれ通常でしたら、はい、おそらく10万から15万ぐらい査定上げれると思うんですけど、ちょっとここまで傷が入ってるんでね、このままつけるにも難しいかな、どうかなっていうところだと思いますんで、プラス5万が限界かなと。まあでも一応プラスにはなると。そうですね、あとは純正パーツがこういう場合はあった方がいいです。まあ純正だったらそのプラス5万はないってことですね。そうです、そうです。あ、そういうことですね、はい、あ、なるほどなるほど、あのクール査定ということで、なるほど、あのプラスはさせていただきましたと。そしてですね、はい、エアロパーツのサイドステップとがないんですよ。これはモデリストさんであるのかどうかですけど、あると思います。もきっとありますよね。あります、はいはい、でリアはついてますけど、これも塗り分けなしですね、はい、後付けしてますね。あ、ちょっと浮いてますね、ちょっと浮いてるんで、はい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 、これもちょっと減点、これ再度付け直し必要かなっていう感じなんで、はい、まあちょっとバンパーも変形してるんでちゃんとつかなかったかもしれないんですけど、このバンパーをぶつけた後につけてんでしょうね。エアロは綺麗ですっていうことで、これもフルキット揃ってると10万アップなんですよ。まあメッキパーツ感もちゃんとついてね、まあサイドがないということで、まあこのままこのスタイリングがいいよっていう方なら OK なんですけど、はい、やっぱりサイド欲しいなっていう方がいたらサイドステップ新品で、まあつけるしかないという形になってくるんで、はい、まああの査定アップが少なめと。はい、これちなみにプラス3万アップぐらいが前後合わせて、あ、前後合わせて3万、3万アップ限界ですね。あ、結構厳しいですね。厳しいですね、クールさて厳しいですね。いやこれ揃っててくれるとね、はい、全部ねいいんですけどね、はい、これちなみにテールランプも変わってますよ。そうですね、バレンティさん の、はい、あのスモークタイプのテールが入ってるんで、はい、まあ、こちらも査定アップですね、はい、これは綺麗そうですよね。そうですね、こちら大丈夫そうですね、はい、はい、プラス 1.5 万円ほどになります。これもね、あの状態が悪いと査定アップ、うんっていう形にならないので、はい、あのできれば純正なんかがあるとですね、はいはい、どちらも選択していただけるんでありがたいかなという感じです。あ、なるほど、はい、それは販売するときにどっちもお付けするってことなんですね、はい、そうなんですよ。でご購入いただく方がこっちの方がいいよ、あるいは純正の方がいいよと選択できた方が売りやすいじゃないですか。ですので、まあ、純正があるとありがたいかなと。そしてエアサスですよ。あ、これエアサスなんですもんね。エアサスですよ。これはかなりプラスじゃないですか。そうですね、エアホースさんのスーパーパフォーマンスエアサスですね、はい、が装着されていると、装着されていますんで、はいはい、これは大幅アップですよ。あ、プラス30万。お、いきますね。いきますよ。これでだいたい全部ですかね。そうすると、まあ、ホイールエアロー、まあ、バレンティさんのテールで、はい、まあ、およそ10万円アップと。そしてエアホースさんのエアサスで30万アップと、まあ、トータルで40万アップですね。あ、結構アップしましたね。そうですね、150万円まで査定が上がります。あ、トータル150万円。そうです。じゃあこれがまるっきりノーマルだった時よりも、はい、40万円アップです。40万円アップ、はい、やっぱアップするんですね。そうですね、ちょっとずつ惜しいところがあるんで、はい、もうちょっと頑張って乗っていただいてたら、はい、もうあと10万円アップぐらいがいけたかもしれないですね。あ、ちゃんとアップしますね。当たり前じゃないですか。当たり前じゃないですか。クール買い取り、はい、ちゃんとアップしますね。アップしますよ。ただ、はい、
次の車は何ですか、ちょっとアップできるかどうかは怪しいですよ。まだあるんですか。はい、まだあります。なんかすげえ嬉しそうなんで、ね、今日じゃあ次の車行きましょうか。はい、わかりました、行きましょうか。じゃあ3台目、はい、来ますよ。あれですか。あれですか。まさかの、ちょっと音がもうこいちょっと懐かしい車ですよ。懐かしいですか。はい、あの、もともとクールってドリフト系 の、はい、あのショップからスタートしてるんで、はい、その時に作った車です。あ、そういうことなんですか。はい、あ、それ多分僕あのお客様知ってますよ。あ、そうですか。はい、ということで売られたんですね。ということで3代目、はい、ベロッサですね。しかもドリシャ仕様になってるんですかね、こちら。クール初のベロッサじゃないですか。ねえ、クラッチも強化入ってますね。はい、ということで、はい、こちらがこの車の資料ですね。この車の資料ね、はいはいはい、いや懐かしい車ですよ。じゃあ見たことあるっていうか作ったんですね、こちら。これはクールでチューニングしてますね。あ、そうですか。はい、。だから透明さんのタービンとか入ってるんですよ。あ、そうですか。はい、ドリシャ仕様ですか。もう完全ドリシャ仕様です。多分透明さんの機械式 LSD が入ってて、はい、そして透明さんのタービン入ってるんで、早いですよ。何馬力ぐらい出てるんですか。300後半ぐらいは出てると思いますよ。本当ですか。はい、V プロで制御してると思うんですけどね。なんかすごいいいっすね。いいでしょ。久しぶりに V プロとか聞きましたけど、なんかいいっすね。ということで、こういったドリシャの買い取り、はい、いいんですか。得意ですよ。いいんですか。当たり前じゃないですか。それはもうあの昔懐かしい人を査定員として行きますから。なるほど。坂本部長なんかドンピシャじゃないですか。坂本部長が出張査定、はい、そうですね。これ坂本部長が多分組んでますね。おまけに。本当ですか、はい、いやいいですね。はい、ベロッサのね、はい、スペチアーレっていう特別仕様車ですね、はい、あ、そうですか。はい、はい、ですんであの内装とかがちょっと変わった色、はいはいはい、オレンジっていうかブラウン系の色になってて、はいはい、でまあ、こちらも事故はないお車のは間違いないと思いますので、こちらもねちょっとあの喫煙車ですね。そしてね純正の5速マニュアルです。ちょっと見せてくださいね。はい、こうですね。はい、あ、これはスワップとかじゃないんですね。そうですね、これ純正ですね。はいはいはい、はい、スピンターノブがついて。あ、でも綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですよ。めっちゃ綺麗ですね。はい、あの非常にねあの、はい、まあ、ドリフト仕様なんですけど、はい、実際多分ねドリフトで使ったのは1回とか2回しかないはずです。あ、そうですか、はい、っていう車なんで距離がね、あ、13万8000キロ乗ってますね。あ、でもまあこの車にしては割といいんじゃないですか。そうですね。ほんであとデフィさんの、リンクメーターですね。はい、はいはい、あ、綺麗に設置されてますね。そうですね、まあ、ブースト、水温、油温、油圧、おそらくその4つになってると思います。はい、はい、っていう感じですね。これせっかくなんでエンジンルーム開けますか。お、1J ですか。 1J ですよ。はい、来ました。こういう感じですね。 1J ですね。はい、透明さんのタービン入ってまして、プレミアムジャパンさん の、はい、あのスロットルコンバージョンキットがついてますね。これ110系は電スロなの で、はい、で電スロがちょっともたつくっていうことで、はい、このワイヤー式に変更される方多いんですよ。詳しいですね。いやいや、あの昔売ってましたね。はい、昔乗ってたんですよ、厳密には。本当ですか。はい、もうチェイサー乗ってましたんで詳しいですよ。はい、ラジエーターも変わってるっぽいですね。そうですね。でインジェクター燃料ポンプはサードさんを使ってると思います。はい、なるほど、うん、で車庫長はテインさんですね。はい、はい、そして、インタークーラー、ラジエーターも当然変わっておりますと。インタークーラーもついてるんですね。そうですね。あ、ついてますね、はい、はいはいはい、っていう感じの車になってますね。割とね、はい、綺麗だと思いますよ。もう事故もないですし、はい、じゃあこれはまあベース車の値段とかはちょっともう難しいですよね。まあまあおおよそは出せますけどね。まあちょっとこの辺フェンダーがね曲がってたりとかするけど、まあじゃあこの車の場合は、まあ、このドリシャ仕様で、はい、この状態でおいくらぐらいで買い取れるのかっていうのを。あ、そういうことね。もうそういう優しい感じにいいですね。え、ちなみにですね、はい、このベロッサの、まあ、いわゆるターボエンジンで純正5速だった場合、はい、そして距離が10万キロ以上乗ってる場合の、はい、おおよその買い取り価格の目安が130万から150万ぐらい、はい、ノーマルで、ノーマルで、はい、これぐらいがベースになってくるんですね、はい、
まあ、ノーマル、まあ、少しカスタムしてるとかそういうのももちろん含みですけど、はい、で程度のいいお車だともちろんもっと査定価格は上がるという形になってくる、はい、まあ、そういう車になるんですけど、はい、で、まあ、今回これだけのチューニングしてるんで、はい、チューニング費用だけでも80万から90万は査定アップで買い取れます。これドリシャ仕様でも、ドリシャ仕様大いに大歓迎ですね。あ、そうですか、はい、まあ、逆にこれね、ノーマル車を買ってきて、はい、まあ、タービンを変えたり強化クラッチ、うん、デフ入れて、はい、ラジエーターインタークーラー変えて、コンピューターセッティングしてなんて言ってると、はい、やっぱり200万とかね、はい、まあ、それ以上は軽くかかってくるわけですよ。パーツ代だけで、パーツ代だけで、はいはいはい、まあ、それに対して、まあ、80万90万アップ、はい、であれば、あの購入される方もね、はい、お得感は出るのかなという感じになるので。なるほど。だから走りたくない方には、はい、全く必要のない、はい、チューニングパーツかもしれないんですけど、はい、まあ、ドリフトしたい、サーキット走りたい、まあ、あるいは街乗りでも楽しく乗りたいという方には、はい、持ってこいのチューニングだと思うんでね。ということでこちらは合わせると査定が210から220万ぐらいの査定出ます。はい、結構出るんですね。出ますね、はい、なるほど。ちなみにこちらのお車はね、はい、キッズレーシングっていうクールの関連会社の店舗の方で売ってると思うんで、はいはい、あ、そうですか。ちょっと売り値知らないですけど、はい、ちょっとチェックしてみてくださいと。あ、じゃあこれ絶賛販売中なんですね。絶賛販売中ですね。あ、はい、なるほど。もし販売してなかったら、あのこの後販売しておくように言っときます。なるほど、そうですか。ということはね、まあ、ドリフト仕様のお車、はい、乗りたいと。もうそれからね、こういうお車って今から値段がどんどん上がってくるじゃないですか。はいはいはい、はいはい、だからまあ持っておいてもいいのかなと。よかったら問い合わせしてみてくださいと。いや、こういうドリシャも買い取れるのがクール買い取りなんですね。じゃあ当たり前じゃないですか。そうですね。まあ以上ですよ今回は。以上ですか。もう今日はねどっと疲れました。ということで、このような、はい、まあ、今回3台ベロッサ、プリウスアルファ、アルファードと3台カスタムカー見てもらいましたけど。なるほど。全部買い取り OK ってことですね。そうですね。しかも全部プラス査定ってことですね。そうですね。基本的にはプラスできるんで。なるほど。ぜひぜひ。そしてね、あのアルファードみたいな委託販売ですね、はい、あ、はいはいはい、はい、まあ、こういった買い取りの方法もありますんで。買い取り査定の申し込みとかっていうのはどうやったらいいんですか。そうですね、今クールのホームページ内に買い取りページを設けましたんで、そちらから入っていただくんですね。なるほど、はいはい、ちょっと見てみますか。ちょっと見ますか。じゃあ、はいはい、じゃあ中行きましょうか。じゃあ、はい、わかりました。ということで、長い一日でした。まあ今回はちょっとあの簡易的なというか、はい、動画向けの査定だったんで厳密ではないんですけど。そうですね、はい、もっと傷原点が多分本来入るかなという感じだったんで、はい、まあでもどっちにしろ、はい、プラス査定は間違いないと。そうですね、大丈夫ですね。でどっから申し込んだらいいんですか。そうですね、じゃあまずね、はい、こちらですね、はい、これがクールのウェブサイトになります。こちらをですね下の方にスクロールをしていっていただくとですね、はい、はい、ここに出てまいります。全国どこでもカスタムカーの高額買取ならっていうことで、はい、こちらのバナーですね、ここから入っていただきます。そうするとね、こちら簡単スピード無料査定っていうことで、ここに入力画面の方が出てくるんですね。ここで車種、グレード、年式、走行距離、そしてお名前、電話番号、メールアドレス、都道府県、まあ、これだけをまずは入力いただくと、カスタムパーツのねセールスポイントなんかについてはこの後営業マンから連絡入りますので、その時にこれがついてるよっていうのをしっかりと PR していただけるとね、プラス査定に活かせるんじゃないかとですね。ここを入力するだけで完了と。流れ的にはどうなっていくんですか、はい、まあ、こちらの方で入力をしていただいたら、一番下のところに査定の流れについて書いてあります、はいはい、ここで、まあ、入力内容に間違いないか確認していただいてお申し込みいただくという感じですね、はい、そうすると、担当のスタッフからお電話もしくはメールの方でご連絡が入るようになっております。そして、その後ですね、お電話等での簡単な査定ももちろん大丈夫ですし、まあ、実際にお車を見させていただいて、出張査定もやっておりますんでね、はい、出張で見させていただいて、査定金額をきっちり提示させていただくと。これって買取査定お願いするじゃないですか、うん、まあ、その金額でいいですよって例えば決まったとして、うんうん、はいはい、もうその場ですぐ車を渡してしまうのか、はい、
自分が希望する日というか、はい、まあ1ヶ月後とか、はいはい、そういう融通は効くんですかね。そうですね、査定の時にですね、はい、もうこの例えば1週間以内には売れますよとか、はい、あるいは次のお車の納車が3ヶ月後なんで3ヶ月後ぐらいに手放す金額にしてくださいとか、はい、まあ、そういう形で手放していただく日にちに応じて査定金額を出させていただくと、うん、まあ、もちろん早く手放していただいた方が高くは査定はしやすいんですけども、逆に言ったら、はい、もう今すぐ手放したい、はいはいはい、今すぐ売ってお金が欲しいって場合も対応できるんですか。はい、もちろん対応できますね。出張査定行かせていただいてですね、はい、で価格がいいよということであれば、はい、もうそのまま引き上げをさせていただくっていうことも可能です。必要書類を完備いただいたらすぐにお支払いできますん で、 はい、まあ、一応カスタム専門というか、うん、カスタム専門買取、はいはい、みたいな感じですけど、はい、ノーマルでもいいんですか。ノーマルももちろん大丈夫です。大丈夫ですね、はい、それと1点なんですけど、はい、どうしても店頭販売するにあたってはいわゆる車検に通らない改造ですね、はい、うん、まあ、そういうものが施してあるというケースに関しては車検対応に戻して販売するという形になりますので、はい、まあ、そのあたりは少し減点になるポイントになるかなというところですね。まあ、まずは一度ねちょっと売りたいなと思って見える方見えましたら、はい、ぜひこちらの査定の方ですね、はい、こちらですね、はい、こちらの方にご入力いただいてお申し込みいただければと、はい、ということで、本日はクールで買い取りを始めましたと、特に今回はクール査定ということで、はい、カスタムパーツをたくさん装着していただいているお客様のために高く買い取りができないかなということで頑張らせていただきたいというご紹介をさせていただきました。ありがとうございました。